あなたの住まいに寄り添い、人と家を結ぶ、常にありがとうの気持ちを忘れずに、出会いに感謝。レジデンシャル不動産営業推進部企画推進課で働く2人、その人物像とは。熱量を持った人間になりたいと思っております。常に趣味は時計が、すごく好きで、機械式の時計ってこう見てるだけで楽しいので、本当にお酒のおつまみに時計を見ながら、過ごしております。休みの日は一本に集中して作られるこの 4,5 センチの世界の中に、もう私は宇宙が入ってると思ってて、例えば一つの拍子を見ていても、その職人さんがどういった、作業をしてるっていうのが、もう本当に一つ一つ細かく秒針から何からが、手の込んだ作業をしてるなっていうのが肉眼で見て分かるので、それを見るのがとても好きですね。初対面ダメでも、まあ、めげない気持ちとかそういうのが正確には出てると思います。映画鑑賞と、まあ、漫画と小説読書ですね。ちょっと時間あったなって思うときに、まあ、携帯を開くっていうよりも、ちょっと本を読んでみようと。小説は特別好きな作家さんとかはいなくて、これいいなって思ったら手に取ってるような感じですね。今僕おじいちゃんおばあちゃんと暮らしてるんですけど、その昔おじいちゃんが建てたその一戸建ての土地のところで、僕が新しく綺麗な一軒家を建てたいです。仲間と共に夢を追う、仕事に誇りを持ち続けられる企業へ、日々の出会いに感謝。レジデンシャル不動産は武蔵ヒートベアーズを応援しています。監督の住です。コーチの片山です。上昇軍団目指して頑張ります。あなたにとって記憶に残る出会いとは。当社社長との出会いになるんですけれども、今から16年前になるんですが、同じ運送会社で働いておりまして、そこで出会って、今から6年前に5年ぶりにまた再会しまして、俺のことを信じて5年人生預けてくれないかと言われて、私はその月に仕事を辞めて、内田社長と仕事をするようになったことが一番大きな出会いですね。まあ、実際幸せですし、従業員が3人から今は、全従業員138名になりまして、この138名で、全員で夢に向かって今後も進んでいきたいなと思っております。出会いっていうよりも再会なんですけれども、20歳の時にお母さんに会ったことです。僕が0歳だった頃覚えてないんですけど、父と母が別れてしまって、そこから全く会ってなくて、二十歳になったきっかけにお父さんが会ってくればって言われて、パッて見た時は実感が湧かなかったんですけど、料理とか食べたり話をしていくうちにだんだん実感してきて、なんて言った今までなんか心の中でつっかえてたものが取れたような感じがしました。とても嬉しかったです。